皆さんこんにちは、店長いそうです。今日お伝えしていきますのは税金のお話の続きになります。税金の話です。で、今日の内容は登録免許税って言います。登録免許税、あまり聞き慣れない言葉だと思いますので、詳しく解説していきたいと思います。で、この登録免許税というのはどういった時にかかる税金かと言いますと、土地や建物を購入して、その所有権を登記するとき、所有権を登記するときにかかる税金です。で、この登録免許税、まあ、いわゆる、この土地は私のものです。この建物は私のものですっていう主張するための、まあ、税金なんですね。主張するための税金です。もちろんそれをきちんと登記しておかないと、自分のものっていうことが、公にですね、出すことができないので、このまあ、主張するというのはすごく大事なことで、それに対する税金を登録免許税と言います。はい。で、これはですね、それぞれの登記をする種類によっても税金のパーセンテージ、額が変わってきますので、そちらを簡単にご紹介したいと思います。例えば、土地の所有権というのは前に持ってた方からこう移るっていう形になります。この移るという形でかかる所有権移転登記は、2% になってきます。2% です。で、同じように、例えば中古の戸建てとかですね、中古の戸建てを買って、これも同じように所有権を移転させる場合は、やはり 2% が上がります。2% です。いわゆる、前に持ち主の方がいて、そこから第三者に移るという場合に、これが登録免許税で 2% かかるというような形になります。はい。で、対して、新しくお家を建てました。新しくお家を建てた、いわゆる注文住宅で建てましたという場合の登記費用は、こちらですね、少し安くて 0.4% になってます。0.4%。これは注文住宅の場合は、前に所有者がいるわけではなく、新規で登録するという場合の登記費用になった場合は、先ほどの 2% よりも安い 0.4% になってくるという形です。で、この利率に関しては、以前お話した、不動産取得税とかと同じようにですね、まあ、国の方で、まあ、決まっているそのエリア、また道路を基準にした決まっている評価額です。不動産評価額に基づいて利率をかけて支払うというような形の仕組みになっています。はい。で、実はですね、これも以前お話した印紙税とか、それから、不動産取得税と同じようにですね、こちらの登録免許税も現在国はキャンペーンをやってるんです。キャンペーンをやってます。はい。これはどんな内容かといいますと、まず土地についてはですね、令和3年の3月31日まで、来年の3月31日までですね、不動産、土地を買ってっていう場合は、先ほどの 2% が 1.5% に軽減されています。1.5% に軽減されています。はい。それから建物です。建物の場合は、住宅のですね、所在する、まあ、市町村、の証明をきちんと出すことが条件になりますが、それをきちんと出すことによって、令和4年なので、再来年ですね。再来年の3月31日まで、0.4% が 0.15% まで下がってます。なので、ほとんどかからないぐらいまで下がってます。はい。なので、今、キャンペーンを非常に強くですね、税金含めて実は国はいろんなこう皆さんにとって負担ないようにやってるのが現状なんですよ。でさらにもう一つ、建物の場合のこの、登録免許税については、長期有料住宅、それから、認定低炭素住宅については、さらにお安く 0.1% になります。0.1%。はい。いい家に関しては、もっと安くなるという制度です。はい。こんな形で、すごくですね、今、税金は、皆さんにとって負担が、数年前と比べて、全然お安くなってますので、買いやすいです。それから住宅ローン控除なんかもありますし、皆さんにとって非常に買いやすい環境が今整ってます。もっと言えば金利もめちゃくちゃ安いですから。はい。なので、きちんとですね、そういったところを一つずつ確認しながら進めていただければ、なんか税金すごく家買ったらお金かかるんじゃないか、建てたらすごくお金取られるんじゃないかって思いがちですが、意外にですね、かからない部分が多かったりとか、それから住宅ローン控除で言えば、払った税金分ぐらいが戻ってきてしまったりするぐらいなので、家建てた方が節税効果が高い。これも前回国税庁の調査員の方のお話をしましたが、非常にお得なのが今だと思いますので、正直賃貸持ってるよりは住宅ローンを持って家を買った方が
お得になる可能性も高いということです。もちろん、ご無理はない範囲で進めていただければと思います。このような形で、店長依存のウェブ家づくりコンサルティングでは、まあ、税金のお話、それから住宅ローン控除補助金とか、お得な情報とかですね、家づくりの様々な皆さんにとってお得な、そして安心いただける情報を毎日19時に更新しておりますので、こちらのチャンネル登録をお願いいたします。それから高評価のいいね、それからコメントの方に、例えば質問だったりとか、それからこんなことを話してもらいたいなんてご要望がありましたら、ご連絡いただければと思います。それではまた次回も楽しみにお待ちください。ではまた。はい、本日も YouTube 動画最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。私店長そのが、新しい新コンテンツ、こちら、これを知れば大丈夫、失敗しない家づくり7つの法則を無料で動画を配信しています。こちらですね、簡単登録です。こちらのタイトルの下にあります概要欄をご覧いただきますと、そちらの方にこちらのタイトルの動画の URL が貼ってあります。そしてそちらの方をアクセスいただきまして、説明をご覧いただきまして、簡単な LINE 登録だけで動画の方の登録配信されますので、ぜひこちらの登録をお願いいたします。それではまた次回もぜひ YouTube 動画楽しみにしてください。ではまた。